今日もこちらあのルブリュ松山さんの方からですね、お送りしております、マイシティ愛媛、今日は第6回ですね。第6回ですね。はい、6回目になりましたね。よう続いてますよね。もう半年ですよ、かれこれね。ということで、よろしくお願いをいたします。よろしくお願いします。まあ、いつものように、お届けするのは私小出と、あと近藤です。最近デラックスやめました。デラックスやめたんですか。動いてるの見たらちょっとやっぱまずいなと。まあだいぶね、また年末年始活躍するんでしょうね。いや、これ以上デラックスはまずいなと。すごいですよね。でもね、まあ一説によるとやっぱりちょっと小さく見えるので、女性はやっぱり近くにいたいというようなのもあるみたいですけど。はい。で、今日、番組の方ですね、はい、このメンバーで始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。で、今日はですね、じゃーんということで、新居浜市にスポットを当てて、お送りしたいと思います。で、今日ですね、ゲストに来ていただくのは、はい、新居浜市でですね、お米の農業ですね。うん。まあ、米だけとかっていうのは少ないですけど、でさらに兼業でやってるんじゃなくて専業農家としてやられてると。本当、すごいことですよね。これこの人口で専業農家って本当にいらっしゃるんでしょうか。あとでその辺のところはですね、詳しく聞きたい、詳しく話をですね、聞いてみたいと思いますので、はい、それでは藤田さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。はい、どうぞ。はい、どうもこんばんは。こんばんは。なんかすごくちょっと一見こわもてな感じで、このツーショットになるのかな、近藤さんと。え、近藤さんとツーショットになるのかな。ね、ちょっと怖い人は意図が感じられる。まあ親父ばっかりになりましたけど、でも、はい、まあ農業という感じでは、でも一見なんかない感じではあるんですけど。そうですね、よく建設業とか。そうですね、どちらかというと、足場関係の飛び屋と飛び屋さん、なるほど、あるんですけど、はい、まあそういうギャップがまたマイナスからプラスになる感じで、はい、なんかね、一番ドローンなまみれてもいいですよみたいな格好で皆さんやれてたりとか、まあ特におっちゃんなんかはね、そうですね、もういつから来とんやっちゅうような服で。そうなんですね。はい、まあ、それがイメージ悪くなりますから、はい、そういう部分でも、はい、いいイメージを持っていただきたい。こうかっこいいとしてらっしゃると、かっこいい、譲れないこだわりみたいな。ということで、おもろいな。まあ、今日はその新居浜市で農業を営んでらっしゃる藤田純さんに来ていただきました。まあ、先ほどの数字を見ていただいて、まあご存知でした。そういうその農業が少ないっていうの、数字のこう側面から見たっていうのを初めてで、すごいびっくりしたですね。僕も今回これを実は藤田さんにね、先行取材ちょっとさせていただいたんですけど、その時にはまだ数字のこと知らなかったんですよ。それ調べとけっていう話なんですけどね。いや、それ調べるのが私だったんですけど。いやいやいや、もうね、もう本当今回はね、バックレーバーかと思いましたよ、ね。もう壊れるのが農業の方、でもどこにも数字がないんで、まあ本当にいらっしゃるかと思って、いらっしゃったんでちょっと驚いてるんですけど。で、まあこういう、まあだからその田舎ですとね、農業をやってるっていうのはそんなに特別なことではないんですけど、うちの周りなんか農家ばっかりですからね。特に兼業農家っていうのはやっぱりね、多いんですけど、藤田さんは専業農家でいらっしゃる。もうでさらにお米だけ、ほぼお米だけを作られてる。はい、今は、はい、お米がメインですね。はい、でその、まあ、農業なんですけど、割と農業を専業農家してらっしゃったんですか、そのかお家は代々。いや、父親も祖父も兼業農家。あ、兼業農家だったんですか。はい、まあ、そういう方に育ちまして、はい、なのに藤田さんは専業農家。そうですね。なぜそういう風になっちゃったんでしょう。なっちゃったっていうのは、なぜそうなられたんでしょう。どっちつかずになりたくないなっていうか、するんだったらとことんやりたいと。なるほど。いうのがやっぱで、多分今に思うと本当に性格的になんかいろんなことをまんべんなくっていうのは無理かなみたいな。はい。で、やはり専業かなというところですね。なるほど。飛び職か
農家かで農家選んだって。農家か農家で農家。農家選択の上じゃない。始められた時からお米を作られてらっしゃると。いや、あの元々はあの、まあ、今でも心の中というか気持ちの中あるんですけど、父も祖父もあの、柑橘の兼業農家。おお。で、高校もそれ以降の専門学校も、はい、柑橘関係、はい、で21の時に就農しました、はい、でその時は、柑橘はなかなか経営が途絶えてたんで、それを再起かけることと、あ、はいはい、まあその販売的にあの食べるだけのお米はあったんで、うん、それを作ることからがスタートだったんですね、就農当時は。なるほど、なるほど、はい、じゃあまあお米だけを作られているっていうのは最初の志とは少し違って、そういうふうに、まあ、どっかの時点でなっていったと、まあ、徐々に、地域の中、新居浜市の中、そしてあの自分が住む地港区の中での農業の部分というのは、まあ、稲作がメインで、はい、その今面積が最初と全然何倍にもなったんですけど、はい、勝手に集まっていくと、はい、その貸してくれ貸してくれじゃなくて、はい、作ってくれと、ね、自分家の隣が、うん、じゃあお願いします、うん、お願いしますっていうのがだんだん広がって、うん、あ、じゃあその耕作面積もどんどんその藤田さんが、耕作されている面積が増えていってるっていうことですか。そうですね、はい、あ、最初どのぐらいから、35Rとか多分それぐらい。 35R、 はい、日本的な言い方で言うと3段半ぐらい、3段半ですね、はい、はい、からが、まあ、収納された当時、はい、当時ですね、はい、で今、何年ですか、それから、それから8年9年で、はい、まあ、約10倍ですかね、10倍、3兆5段、あ、10倍になったんですか、はい、3兆、はあ、いや、ちょっと待ってください。あのすいません、私が分かりやすい、あの東京ドームとかじゃなくて、うん、どれぐらいの広さですか？それが3兆と。3兆ドームって言われたのかな。東京ドームじゃなくていいですか？約、うん、1兆が1ヘクタールで3000坪。うん、3000坪？畳6000枚ですね。おーおーおお。畳でいいですか？もうそれでだいぶ分かりました。分かるんかい？なんとなしに。僕分からんけど。すごいっていうことがすごくよく分かる。なるほど。それは、結局ちょっとさっき言ってらっしゃいましたけど、その自然に増えていくような形で、そうですね、はい、こっちの面積が増えていったと、はいはい、普通で言ったら、はい、ブラック1個の中の、田んぼ全部分ぐらいですね。そうです、まあ、その地域によって多分全然違うと思うんですけど、はい、まあ、米どころであったりしたら、1農家あたりの、その面積っていうのは、はい、まあね、もっとうちより倍だったりとか、うん、北海道行ったら10倍になったりとか、北海道は別々、そう、そういう風になって、これあのデータによるとですね、経営耕地面積が新居浜市全部で423ヘクタール、うん、そのうちの 3.5 ヘクタールは、うん、藤田さんのところでやってるんですから、すごい割合じゃないですか、まあ、100分の1ぐらい、うん、ね、そうですね、ね、すごい、ご自身もあんまり意識してなかった、なんか800人いるうちの一人なのに100分の1、そうですね、いや1000人ぐらいいらっしゃるんですよ、農家の方は、はい、就業 人口としては1100人ぐらいいらっしゃる、なるほど、はい、しかし山頂っていうのはやっぱりすごい面積ですね、これでも増えていくっていうのはその、作ってくれっていうのは、はい、どういうことからその作ってくれっていう話になっていくんですか。まずそのお亡くなりになられたりとか、あ、はいはい、あの後継者がいないとか、ね、はい、とか、っていうのがメインですね、本当に、はい、で、まあ、規模がだんだん下がって縮小していく、はい、近隣農家さんがじゃああそこに若いやつが入ってきたから、あ、じゃあ頼むぞ、あ、藤田さんこういうやつがおるでみたいな話が、そこに変わった息子が帰ってきたらしいぞみたいな、 あいつさんは大きいしバンバンやるんちゃうかなとっていう感じでこう勝手に広がっていく。なるほどなるほど、うん、でまあやっぱりそのでも作ったらちゃんと作るから、あの人に言ったらちゃんとしてくれるよみたいな話になっていくわけですよね。とどうじゃなかったら来ないでしょう、うん、と思われてると思ってますけど、うん、なるほどなるほど、まあ、やっぱりその、信頼が寄せつけてくるというか、やっぱお百姓さんにとって自分の土地をですね、何かに預けて作ってもらう時っていうのは、それ
あの小作業が目的の方もいらっしゃいますよ。いらっしゃいますけど、はい、でもやっぱり大事な土地なんで、ちゃんと作ってくれるかどうかっていうのはもうものすごく大変なことですし、あと草刈りね、はい、草刈りちゃんとやってくれるかどうかとかね、こういうのは役所さんはうるさいですよ。大変大変大変、それをやられてるからこそ次から次へと、はい、あそこ頼んでやってくれるでっていう話じゃないと、ね、あの人にねお願いしようという気にはならないですもんね。三反五瀬から三丁でしょ、うん、そうはならないならないすごい、うん、まあでもその増えていくっていうこともそうなんですけど、その、まあ、3.5 ヘクタールあれば多分 それなりのやっぱり、まあ、だいぶね、なんていうんですか、収穫収益、はい、収穫もあるので収益も出てくるとは思うんです、うん、お米農家っていうのはこれ、まあ、いやらしい話なんですけどすごく儲かるもんなんですか。いや基本的に機械化が進んでますから、はい、まあ、機械貧乏の方が多いっていうものです。はいはい、なんか聞いたことあります、はい、あの機械をたくさん買って、はい、それのローンを払ったりとかっていうのね、そう、全てを揃えたら、まあ、まあ糸目をつけんから何千万でもあるし、はいはい、まあ、その規模によりますけど、でも1000万クラスとか、はいはい、っていうぐらいで、まあ、その大きく規模を大きくしようとするとそういう投資も必要になってくるという話なんですね。そうじゃないよ、そうじゃないですか。結構ね、見えっぱりなの。新しいのが出たとかねあいつが買い替えたから自分も新しいのに買おうとかね、あんまりその経済合理性に基づいてないっていうこと、5単しかないのになんで、でそんなでかいの持ってんのとかね、あ、まあ、っていう農家さんもおられますね。なるほど、うちの村はそうじゃない、はい、うちの村は多いよ、なるほど、あんまりこうだから山頂部ぐらいになってくるともう大型入れても問題ないしっていうか、大型じゃないと効率が悪いわけですよ。なるほどなるほど。だけど、うん、ちっちゃいところが分散してそれで、ね、4単ぐらいしかないところが、うん、でっかいのでやると、うん、まず出入口のところのスロープを広くしなきゃいけないとか、うん、そのことだけでもすごい胸が出るきるわけですよ。でもまあ、 そんなに全部まとまってあるわけではないんですよね。そうですね、今で40箇所ぐらい。あ、40箇所大変だ、はい、ないですね。平均面積多分一旦に満たないと思います。あ、はい、そうなんですか。あの一つの区画が、はい、うん、それで山頂は大変ですね。そうですね、こう、うん、夏場の管理とか水、うん、まあ、その入れに行くんですけど、うん、開けたかどうかも忘れるし、うん、閉めたかどうかも忘れるという、うん、水経路が水路が、はい、で昼に飯食い寄ったらみたいなそこ閉めてないとか開けてないとかで、藤田さんが専業農家でいらっしゃるんですけど、うん、新居浜にその、まあ、お仲間で専業農家の方とかっていうのはたくさんいらっしゃるんですか。そう、まだ把握している限り40歳以下ぐらいの方でその専業農家されてるっていうのは、まあ、5、6人だと思いますね、はい、だって把握してる限りってなんかほら絶滅危機種みたいな感じでトキみたいな感じ把握してる限りって保護されてもいい感じです。やっぱり農家さん保守的だったりとか、あの内向的な方もおられて、そうですね、はい、対外的にそうこうやって出てくることがない人もいるし、じゃあ行きますかってガーッとくる人もいますけどね、すごいいろんな人がすごい個性で、はいはい、はい、皆さん経営者というか、一匹狼ばっかりなんで、そうですよね、基本的には本当がっつり来る人と全然来ない人に分かるもんね、極端ですね。その、まあ、4、5人の方っていうのは皆さん、お米作られていらっしゃるんですか。いや、把握しているのは、また把握していただいて、まあ、皆さん違う品目ですね。あ、そうですか、はい、豚飼ってたり、金賞しいたけしてたりとか、はいはいはい、季節野菜してたりとか、あ、卵、あの採卵系っていうか鶏飼って卵だからとか、はい、今すごい意外な顔したでしょ、なんで養豚が農業なんやみたいな。いやいや、まあ、それはまあ分かるんですけどというよりも、お米作って専業農家でいらっしゃるのはもう藤田さんの他には知ってる限りは、把握してる限りでは若い方はおらないいらっしゃらない、はい、まあ、専業農家では。それでいうと30歳代とか40歳未満ね、そういう方でお米だけで食えるかという問題がありますからね。ご飯は食べれるんですけど自分のところでね、はい、でね、おかずが食べれない、おかずが食べれない、ご飯は食べれますね、うん、あ、なるほどなるほど、まあ、その、まあ、そういうふうに自分家ではその、まあ、機械貧乏あったんですけど、その 3.5 ヘクタールをしながら、はい、それは借地も含めて自分が管理して、うん、全部収穫するとこ、うん、で、まあ、JA さんの組織の中にそういう機械貧乏
とか、うん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 、そういう、販売百姓さんっていう、うんうん、なんていうんですかね、金魚農家さんのためにっていうその作業所がありまして、うんうん、あの単発作業でじゃあ田植えしてくれとか、うんうん、稲刈りしてくれとか、うんうん、その後後の、いろんな乾燥調整なりをしてくれとかっていう組織がありまして、うんうん、新居浜市内で10事業所、はい、で平均で 10ヘクタールずつぐらい多分やってると思うんですけど、そんなに、はい、で、はい、その僕あのこちらの地工区では17ヘクタールを6人ぐらいの作業員さんで、うん、作業自宅を、はいはい、それは藤田さんもそのメンバーの中に入れて、はい、そのオペレーターもしながらっていうのがうちの経営ですね、うん、今は。なるほど。農心なんですか。農心のっていうのはその新興地域というか、はいはい、っていう部分もありますね、やっぱり、はい、うん、そういう農業振興地域っていうと耕作放棄できないんですよ。ああ、そういうことなんですか。耕作放棄もできなかないな、もう やっちゃってる人いますけど、うん、でも基本的に農業振興地域では、うん、あのそこをあとずっと作り続けることを前提として補助整備がされているので、うん、農心だとどうしてもこうほったらかしにしにくいんですね、うん、とあと転用できますね、まあ、農地をじゃあ宅地で売りますとかっていうのもできないし、まあ、何かに売るって、うん、売るとしたらその農地として誰かに農地として売らないといけないっていう、うん、僕らはまあ、あんまり知らないんですけど、なんとなくそういう規制にがんじがらめというかっていう印象が ね、まあ、その部分いろいろ保証もあったりとかっていうこともあり、全部売りしちゃったらみんな宅地になっちゃうと農地がなくなっちゃうでしょ。まあ農地がなくなりますよね、うん、それを守らないといけないんで、その時にそういう風な縛りをつけてるっていう、ね、なるほどなるほど。でもその、先ほどのね、その市町村別の、農業従事者人口でいうとすごく少ないじゃないですか、うん、で、お米作りも専業農家、例えばその藤田さんだけっていうと、新居浜で作られるその、まあ、農作物っていうのは非常に多分少ないっていうことになりますよね。そうですね、まあ、少ない少ないと思いますし、全てが多分新居浜市民の口で賄いきれると思いますね。あ、はい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 、逆に言うと自給率 100% 自給率が非常に高いと、まあ、逆に言うともうほぼ全部食べるためだけに作っているというぐらいの、でも、はい、まあ、ちゃんとそういう予想に出てますけど、はい、もし中でなると多分消費できるぐらいの多分推移じゃないかなと思います、はい、ということは、まあ、兼業でも作られてる方っていうのはほぼもうご自身とかこの自分らでというようなことなんですか。そうですね、お米に関しては、うん、多分8割9割以上は、うん、自分家で食べたりとか、自分が親戚とか縁故米っていうか、縁故米、はいはい、っていう感じで、なるほど、JA さんに出荷するのはほとんどないと、はい、ほとんどってことないですけど、はい、少ないと思います、はい、うん、まあそうでしょうね。でもね、まあ、バンバンこのでもたくさん作れば外にどんどん出荷できるっていうものでもないんですか。いや、出荷できますよね。それはできるようになるんですね。そうですね、はいはい、じゃあ藤田さんが作られてるお米っていうのは、まあ、どん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 、まあ、その耕作面積も増えて収穫量も増えるので、まあ、どんどん外に出ていってるという今。まあ、これほぼほぼほぼ市内、そうですね、と近隣っていう感じで、はい、うちはまあ全量の JA さんに出さずに個人売り、はいと、あと学校給食米と、素晴らしい、もう直接販売されてらっしゃる。そうですね、はい、の間に誰も返さない、お客さんと、そうです、基本的には、はい、数件はありますけど、はい、取り次ぎのようなところはお願いしているところはあるけどもということですね、はいはいはい、で実はまあその、お米を今日持ってきていただいてるんですけど、個人向けこちらですね、これがその、藤田さんがお作りになられたお米で、農家の愛情たっぷり注いだお米、自信満々って書いてますねもう自信たっぷりな顔で、うん、ですけども、ドヤ顔、ドヤ顔の米ですねこれが、まあ、藤田さんが作られた、うん、これは2キロの、パックですね、はいはい、で2キこれでこういう形でお客様にそのまま、直接販売してらっしゃると。そうですね、まあ、お客さんの生活リズムとか家族構成とかで多分毎日の食べる量が違ってくるので、それに合わせ て の, その
この企画をいろいろお客さんに対して提案させていただいて、はい、年間契約していただいた方には、はい、うちらでこう保冷庫貯蔵して常時出荷っていう、そのタイミング、そうですね、あ、もうなくなりそうですね、そうですので、はいはいはい、よろしいですかと、はい、あ、すごい、よろしいですかじゃなくて、うん、なくなった件とのお願いしますみたいな、あ、はいはい、あ、じゃあもうそこ用にちゃんと用意したものを、じゃあそのまま、はい、なくならない、なくならない、素晴らしいですね、年間 ずっとこの人のところ用に置いといて、はい、でしかもそこでたくさんいっぺんに買わなくていいんで、家ではくず餅沸かないよとか、あ、そうですね、これ大きいですよ、うちもそうやってますけど、ね、トータルでやっぱりそのお世話させていただきたいと、はい、これは素晴らしいですよ、いいものを持って帰っていただいて、やっぱり蒸し沸かすとかあるんで、あ、それはやはり辛いことになるんで、あ、じゃあもうお客様のその口に届く直前までしっかり管理して、うん、ということです、そうですね、それができれば一番、あ、はい、なんか以前なんかお酒でもそんなお話を聞いたことがありましたね、ありますね、ありますね、要はできるだけその出荷の間で自分らは分からないところがないようにしたいというようなことをおっしゃられてる方が、ベストのタイミングで食べてもらいたいってことですよね、なるほど、しかも直販、あ、でも僕も食べてますよ、ミルキー、あ、そうなんですか、はい、あのミルキークイーンって横文字なんですけど、はい、あのちゃんとした日本のお米で、はい、国があのスーパーライス計画っていう、はい、なんか、事業で、コシヒカリに勝る、うん、まあ、やはりコシヒカリが王道じゃないですか、リンゴの富士にしたっていう、そうです、だんだん怖い話になってます、それに勝つためにという国の事業でですね、作った、コシヒカリにホルモン処理してできたミルキークイーンという、はい、うん、はいはい、ちょっと変わった、うん、割とじゃあ特別な品種の、お米だと、そうですね、まあ、美味しいお米なんですよね、当然、はい、はい、あの特徴的にはどういう特徴があるんですか、まあ、まず粒が小さくて、はい、半透明っていうんですかね、普通のお米は、でこれは若干白い、で餅に近いっていう、あ、もち米に近い、はい、で、そのお米の中に含まれるアミロース成分っていうのがあるんですけど、アミロースっていうのはパサパサ成分で、それが、多ければ多いほどパサパサになる、少ないと粘りが出て、餅に近くなるっていう中で、その低アミロース米という一つのくくりのグループの中にあるミルキークイーンっていう、要は餅もちょっともちもちして、はい、粘りが強いですね、ネット販売は最初にしなくてでも直接、まあ、そうですね、もう本当にあの、はい、口づてっていうか、そのいや本当すごいですよ、お客さんが紹介していただくっていう、地元でほとんど売れちゃって、ね、しかもその地元のこの口に入るお米を寸前まで管理しといて、で年間契約、うん、でもネットでも販売してない、ありえないですよ、どうやって販路を広げるんでしょうね、まあ、これが最初からメインじゃないんですけど、で、はい、うちの面積の中でも一部か3分の1ぐらいなんですけど、はい、3分の1ぐらい、はい、ですけど、まあ、最初はもっと少なくて、これで6年目か7年目ぐらいだと思うんですけど、はい、はい、まあ、その最初ばらまきして、こんなお米があるこんな米があるって言って、はい、食べてみようわいって言って、その人がうまかったっていうのがこう口づてに広がってっていう、それもじゃあ直接そのをやっぱりお渡したり配ったりして食べていただくということですね、はい、で紹介していただいたらお客さんに会いに行くと、はい、思って、うん、あ、そんな日もあるんですか、いや、それはもう時間は作って、あ、必ずあれですか、基本的にもう8割のお客さんは多分合ってると思います、すごいな、じゃあその直接届けるっていうのは、うん、単にその間に誰もいないっていうことじゃなくて、もう藤田さん本人がもう手で持っていくと、あ、そうですね、あ、すごいまさに直接届けますね、それは、いや、あのね、これまずいかな、あの普通はですね、経済連に出すんですよね、うん、はいはい、経済連っていうと、まあ、農協の、はい、愛媛県のトップにの部分に当たる組織なんですけど、うん、みんな同じ品種のお米の苗を買って、でそれを植えて、はい、で収穫したらそれをガーッと送ってって、で乾燥機でガーッとかけて、うん、みんな混ぜ混ぜになるんですよ、はいはい、あ、それはいろんな銘柄が混ざる、銘柄はダメ、銘柄は、ね、だから逆に言うと銘柄指定されるわけです、はいはいはい、だけど誰が作ったものも全部混ぜられるんで、はい、誰が作っているお米かが分かる分からんじゃなくて、ええ、本人たちも自分たちのが作ったものがどこに行ってるかは分からないんですよ、はい、今の仕組みは。なるほど、一般的には何ていうものを愛媛で
作るんですか。今何でしたっけ。一番の銘柄は地域によって違いますから。あ、地域によって違うんですか。農協によっても違いますし。多分日の光が一番。今は煮込まるか、ね。そうです、うん。多分日の光が一番多いと思います。日の光。10月に収穫できる。じゃあみんなが作って、それは日の光ばっかり集められて、うん、誰が作ったかわからないけども、うん、農協で。そうですね。その農協出荷されてる方は、はいはい、そういう形ですね。うん、それがその一方で、ええ、誰が作ってるか分かってるよって、あの道の駅かなんかで売られてる時にその写真かなんか貼ってるじゃないですか、はいはいはい、ええ、ね、この人が作りました、はい、この人が作りましたの写真を見て、あ、この人が作ったんやじゃなくて、この人が来るっていうのが、ええ、これはすごすぎるですよね。すごすぎる。直接持ってくるんやから、それは間違ったらもう絶対持ってこないですよね。もうこれ実は来ましたね。早速じゃあ頂戴します。あ、もうなんか炊きたてで、これツヤツヤとしてますね。ツヤツヤピカピカ。ナスが、うん、あの炊いていただいたんですけど、ナスが炊くのがうまいのかな。愛情をね込めてね、はい、これわかるかな。ちょっとこんな感じですね。まあユーストリームではなかなかこのしずる感は伝わらないかな、うん、あ、もう食べてる人もいます、ね、早い。ちょっとあの、いただいてみましょう。そのさっき餅感覚に近いとおっしゃってましたけれども、はいはい、これね、でちょっと水多いわ、ごめんなさい。そう言われると思ったんですけど、減らしたんですけど、で思ったよりもちょっともちもちで、ちょっとびっくりしたんですよ。攻撃的に水を減らされた。そうですね、はい、ちょっと漬物ご飯だけまずいただいて。お、もちもち。いただきます。うん。粘りがね、すごいですね。うん。実はね、計量カップ忘れてきたんですよね。そうなんですよ。これ小枝さんのせいですからね。私のせいじゃないよ。だからね、藤田さんにこの間計量カップきっちり測ってやりなさいって言われたんですけど。こっち。じゃあいただきます。うん、かなり水多いな。うん。うん。でも美味しい。うん。うん、もちもち、これね、ああ美味しいだけじゃないね、これは二分好きぐらいで食べたいな、うん、本当は。そうなんですか。うちは二分好きぐらいで食べるんですよ。あ、そうなんですか。甘、うん、ここに見ると二分好きっていうのはびっくりするんですよ。あれですね、白いでしょ。はい、自分とかで食べてるのいつも茶色いんで、これが出てくると、うん、一瞬びっくりするんですけどね。さっきおっしゃってたように洗おうと思ってシャカシャカしてたら、私のこれ勘違いかなっていうぐらいおっしゃってたように粒がちっちゃくて白かったんですよ。そう、まあ、あの同じ種で、あの生産者が違ってうちで作ったうちの小粒なんですよね。あの作る人に似合っとんかどうか知らないですけど。なんか繊細なんか。繊細。そのちっちゃいお米の方がその普通の大きさのお米よりもどうとかっていうのはあるんです。いや、それはあんまりないと思うんですけど、うん、その特性的にも小さいし、うん、あのなんていうんですかね、あのうちはなんか小さいですね。なぜか。それはちょっと課題ですけど。これは藤田さんのところの、あ、課題になるんですか、それは。そうですね。やっぱりもうちょっと大きい方がやっぱりいいんですか。いや、いいか悪いかっていうよりも、早いな。目指すところはもうちょっと、ね、はい、もうちょっと大きいところ。なるほど。もう完食しました。もうこんなさ、おかわり。いただきました。はい、非常にあの美味しいですね。これが、まあ、ミルキークイーンということで藤田さんが、まあ、あの作りになられてるお米だということなんですけど。いや、ほんと、あの炊き方としては割とあれですよね、普通の米よりもちょっと水少なめ、1割ぐらい、うん、1割ぐらい水少なめで、はい、まあ、炊いていただくと非常に美味しいと、そうですね、いうことですね、はい、はい、まあ、あの、お米大体買われるこれってね、まあその美味しいんですけど、やっぱりお値段はそれなりにやっぱり普通のお米よりも高いんですよね、そうですね、うちは、はい、その日の光とかコシヒカリっていうのもまだ品種ありますけど、はい、よりか 1.5 倍ぐらいの価格の設定で、あ、それでもそんなもんなんですか。2倍とか3倍とかにはならないんですね。そうですね、なればいいですけど。やはり、そうは、あ、はい、なかなか、まあ、そこはなるべく採算が、まあ、取れる、ある程度でもやっぱりたくさんの金に食べていただける範囲で、そうですね、はい、うん、どんな方が主にその、この藤田さんの方にこのお米を、まあ、食べたいというふうに言ってこられるんでしょうか。まあ、うちのターゲット、もう明確なターゲット一つ決めてですね、ええ、あのやってるんですが、ミルキークイーンに関しては、子育てを終わられた、第二の新婚生活
ッズを迎えられてる夫婦の方とか、あうちやねえな、うちうちうちやうちやうちやおじさんだけど、そういう風に何ですかね、もうだんだんこう食べる量が減ってくるじゃないですか、うんうん、でも少量やけどいいものを食べてくださいという、さすがに子供が丼飯3杯食べる時にはちょっとねって感じがしますよね、うん、まあ、中にはいますけど、そういうところでも、かかる方は、はいはい、でも他は他の方はやっぱりそういう方が多い、そのはい、なるほど、はい、量で勝負する方はやはり、まあやっぱりその美味しいお米とか美味しいものにこだわってその選ばれる方ですよね、うん、十分にブランド前ですからね実は。あ、はいはいはい、フリキークイーン、まあそういうことですよね、うん、だからその量を食べるときにじゃあどこで買うのっていうと、だってスーパーでしょ、うん、もう今お米屋さんほとんどないですからね、うん、ってことはスーパーに置いてるものっていうのは5ついたかわからんわけですよ、うん、まあ表示の義務はありますけど、うん、うん、はい、もうそんなの見る人あんまりおらんし、うん、でもまあ実は新米が美味しいわけじゃないわけですよ、はい、ちょっと枯れた方が美味しいっていうのが私も説なんですけどね、うん、だからでもどっちにしてもスーパーで買う時っていうのは誰が作ったものかも分からんし、どこでどうなってるものかも全然分からんのが普通なんで、量を買う人はあそこで安く買っていればいいと。でもこうやってこうお顔を逆に持ってきてくれる人がから買うっていうのは贅沢な話なんで、すごい贅沢、やっぱちょっといいものをねこう食べていただける方っていうのがターゲットにされるのは、うん、まあ、もう全く、まあ、そうですね、はい、その通りだと思いますね、まあ、お米ってやっぱりね、うん、僕らもそうなんですけど、うん、親戚から送ってきてくれるっていう感じが、うん、まあ実はあって、 あんまり買ってないっていうのもやっぱり正直なとこではあるんですよね。僕のところはね、ええ、これまでね昔は新発田魚沼の新発田の方から取り寄せてて、うん、あ、はい、魚沼の、うん、それをコシヒカリ、しかも魚沼のそうそうそう原点みんなすごいこだわり、すごいね、それを玄米で送ってもらって、あ玄米、ね、で自分のところ でついてで食べてたんですよ。そしたら 何年か前、5年ぐらい前かな、地元の人が郵便局退職されてで有機で作り始めたんですよ。で最初は大丈夫かなかって見てたら、まあ一回ちょっと買ってみようかなと思って買ったら、これがねなかなか良かったんですよ。今90キロぐらい買ってます。その90キロ、うん、だいたい年間4人家族で90ではちょっと足りるか足りないかぐらい、ね、そうですね、ちょっと足りんですね、はい、中学生がいるんで、まあ、一番こだわってるタイプの人ですね。だから一番もう米と酒にうるさい、日本の中でも一番こだわってるタイプの人で、やっぱ日本人は米でしょ、うん、まあそうですよね、これは米でしょ、うん、確かに朝私1合半食べますからね食べ過ぎですよ朝から1人で1合半食べ過ぎですよ、1合半で 4人家族で、いえ私だけあで90キロで足りぐるしいって他の人何も食べてないですよ、ね、一人でほぼ食べてるそうそうそうすごい米好きですね、やったり前でしょう、いやでも、まあ、日本人で米好きじゃないやつがおったらおかしい、いくらおかずが美味しくても、うん、お米が美味しくなかったら本当テンション下がりますもんね、うん、うわみたいな、炊きたて、うん、僕なもう炊きたてがこう盛るでしょ、うん、そして下の方にふっとこう息を吹きかけて上がってくる時の香りが、ね、香りだね、あれがうっとりして、もう何者にも買い難い本当に。まあね、幸せそうよ。本当にお米が美味しいってのは本当幸せですよ、うん、そうですね。まあ、お話聞くとところによると、具体的にまあいろんな取り組みの一つとしては、なんか県内ではこれは唯一って言ってたんですけど、うん、その給食をに、うん、学校給食に JA を通さずに、はい、そのこれは素晴らしい。導入されてらっしゃる。はい。それはまあ従来か県内の普通 の、学校給食米に関しては、うん、JA に出荷して、うん、それを出荷したやつが、まあ、経済連とか、うん、まあ、全農から、うん、姫ライスを通して、うん、県の学校給食会と契約して、うん、その給食センターに納入されているんですけど、うん、やはりその、まあ、JA を通しての地産地消の取り組みは、うん、されている農家さんも農協さんもありますけど、うちらはその個人等だったらできないんで、うん、自分らで個人とか兼業農家さんとか専業農家さん
世代もいろんな世代の人が集まってグループ作って、うんうん、で学校給食会 と、うん、契約して、うん、昨シーズンからですね、うん、23年産のお米を、昨シーズンは11月から今年の2月まで、うん、で今年は、24年産のお米に関しては、11月から3月までの契約で、うん、3月まで使うと新居浜市の学校給食米の 45% を、うん、賄い得るっていう小中学校、そうですね、新居浜は小中学校あって中学校遅かったんですよ。僕らの中学生時代は給食なかったんで、あ、そうなんですか。新居浜はすごいそういう部分で遅れとったんですよ。お弁当だったんですか、中学校は。いいな、そっちの方がすごいですね。よかった、それはパン給食が少ないじゃない、食べなくて済むので嫌ですから。昔の私らがね、子供は僕ら同い年なんですけど、私らが子供の時のですね、給食って言ったらね、クジラの竜田揚げとね、おしりこが一緒に出たりする。もう勘弁してくれ、これこれどない組み合わせやねん。毎日毎日味覚なんて全く、お腹いっぱいになりゃいいってことですか。お腹いっぱいというか栄養士さんバランスがどうとかっていう、センスがねすごかった。そうなんです、固めてたんですかね。いやだってさ、おしりこと、うん、コッペパンと、うん、クジラやで。斬新なね、今ならないな。いや創作料理じゃない、あれは。あの、まあ、でも、まあ、当然学校給食ですからいろいろ品質の面でも厳しいやっぱり審査というか。そうですね、まあ、それはもう皆さんそのグループの生産者というか出荷者っていうのは全員、まあ、専用の袋に入れて、うん、自分のハンコをして、うん、で自ら学校給食センターに納入したりとか、うんうん、担当の学校、新居浜はその個別方式もまだ残っとんで、個別方式の給食センターと、あとセンター方式の給食センターあるんで、あの持っていくんで、まあそこの責任ですよね。で、名前クレームあったら絶対自分に返ってくるんで、それはやっぱ皆さん真剣に持っていただくし、孫のためと思いながらとか、子供のためとかっていう人もいいですね。やっぱり地元のお米を地元のやっぱ子供に食べる。そうですね、そうなんですよね。あのうちの方の地元は給食センター制なんですけどね、100% 地元米なんですよ。 100%、 100%、 素晴らしいですね、うんうん、でやたら米食べるらしいんですよ。パンがたまに出るのが嬉しい。時代変わったなと思って、私らの頃って お米出たのって小学校6年生ぐらいだったでしょ。うん、そうです、そうです、ね、ええ、パンばっかりってことですか。そう、全部パンやった。あ、そうなんですか。うん、今はたまにパンで、でお粥が出るんだ。ああ、そうなんですか。おかゆも出るって、まあまあまあ嫌ってるみたいけど、おかゆって給食でかゆ食ってどうすんやろって思うんやけど、うん、まあでもそういうふうにやっぱり地産地消じゃないですけど、うん、ね、ないですけどね、地産地消ですよね。まあね、まさにそうですね、そういう、まあ、ことが必要だし、結局その自分らの知ってる子供が食べるって言ったらね、そう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 、やっぱりそれを作るのもやっぱり違うでしょうし、うんうんうん、やりがいとかね、思いもやっぱ違うってことでしょうか。直接生徒さんと接したりとかっていうことはないんですか。まあ、そういう学校給食、うん、その今の給食をの学校給食前に納入することに関してはないんですけど、うん、まあ、私個人としては、うん、その校区の公民館のタイアップして、うん、学校の、総合学習の授業に、うん、お米作りをするって、5年生だけがお米作りをする、うん、あ、いいですね。って言って、まあ、僕個人としては全校生徒でやりたいし、うん、1年生のからこう田植えっていうのをして、うん、6年生が教えたりとか、うん、でその毎年することによってその6年間でやっと分かってくるみたいな、っていうのができたらなと思いますけど、まあ、今は5年生だけで、うん、でよく多いのはやっぱ田植えイベントですよね、うん、なんか食のじゃなくてイベント的な、はいはいはい、体験的なことをやっぱ多いんですよね、うんうんうん、田植えして稲刈りするって、はい、それだけじゃやっぱ面白くないんで、うん、し草も取らせますか。で田植えして、うん、で、まあ、草取りもして、で、まあ、その田植えの時にこのいろんな苗の話もして、うん、であのお米の種の話もして、うん、で苗がまあこれぐらいうちは長い苗を使うんですけど、うん、ポット苗といって鉢になったんですけど、うん、でそれを抜いてこう水で洗ってやったら種も出てくるんで、最初巻いた種も、で これはお米よっていう話をして、あ、そうだよな、今それ分かんない、種もみを残さないの、ね、農業だから、
そうだよね。でそういう風にしてで、まあ、バケツイネも今流行ってるじゃないですか、はいはい、田植えの後に持って帰ってもいいよって。おお、そうなんですか。で、あの持って帰っていっぱいできても僕の相場はクルワンさん取ってくださいね言いながらも今でも一回も収穫されたことないです。大丈夫ですかバケツの辺で崩れるか。まあでもそうやってしながらで、やっぱりそういうイベントっていうのはまずその手で植えて、手で取って、手で草、あの稲刈りするって多いじゃないですか。まあ、それもそれでイベントで体験はいいんですけど、現代の農業はやっぱ機械なんで、まあそれ普段やってないことやらせてもしょうがない。うん、したことないです僕。本当ですよね。極力手で植えないようにどうやってするかとか、極力手で刈らないためにどうするかとか、草を取らないためにどうするかとか考えるのに、あえてする必要はあまりないんで、その時代に合った農業の仕方っていうのを、はい、もっとかっこいいのよと、もっとかっこよくて機械乗って颯爽とスマートな、ーそれはエルもエルも立ってないみたいな、これは日焼けのためにで、なんで、まあ、そんなに面積も少ないし、まあ、授業中なんで、はい、とこ難しいんですけど、まあ、先生か公民館長とじゃんけんしてもらって、で買った子乗りたい子誰ぞって言って、うん、な買った子はその一往復とか機械乗せてって、ああ機械の稲を植える機械の機械にという田植え機に乗せてあげて、乗せてあげる、まあ、そういうやっぱりイメージ。あーなるほどね、はい、うちの息子娘行ってる学校は田植えやるんですよ。で近所の高校に農学部があるんで、そこが管理してくれるんですけどね。で最後こう入れ替えだけ田植え機に乗った体験はないですね。乗りたいでしょうね、うん、乗せてもらえるんだったらちょっと私乗りたいですもん。じゃんけんしたら女の子勝つんですよいつも。何でか知らないですけど、うん、何でか知らんけどみんな喜びますよね。でもあの乗ったら、うん、これ何百万すんやって言ったら、うん、ほーみたいな顔しますけどね。すげーみたいになりますもんね。トヨタさん乗って耐荷重で耐えられるやつって言ったら相当大きいやつじゃないと無理やから大型大型じゃないと、まあでもそんな風にして子供もがその単なるちょっとした体験じゃなくてこうやってできるんだっていうことが分かれば、やっぱりそれなりにそのね親近感じゃないけど、どういうお米っていうものに対する考え方がやっぱりちょっと変わってくるだろう。そうですね。で藤田さんが真剣にやっぱりそこでその田植えをこう田植えじゃないけど米作りはこうなんだっていう真剣に米作るような人がおるんだということを知るだけでもやっぱりだいぶね。ね、そうですね、ね、はい、田んぼ見たことない子がいますからね、うん、そうそう昔はだからお百姓さんいっぱいいましたから、うん、まあよう言われたじゃないですか。いや本当ね、うん、関東の方に親戚がいるんですけど、うん、田んぼって本物見たことないんですってそ, もうそれ聞いた時にうわすごい本当にこんなことがあるんやと、うん、でも都会のね方に住んでたらそうですよね、うん、神奈川県とかにはないんで、うん、田んぼ見たことがない。そうですね、まあ、愛媛はね、まあ、そんなことないですからね。いやでも松山あたりだと減ってきてるんちゃいますまあこの辺の子は、うん、下手したら、うん、まあ本当生活から乖離していってしまってるのを生活の中に戻したいっていう、そういうことなんでしょ。そうですね、それは本当大事なことだと思いますよね、うん、こうなんていうかな、輪の中に一つね、農業とお米作りがあるという、だから、ね、誰かが作ってくれてるんだってちょっと思ってくれないと、なんか自動的に機械で作ってるのと同じにされては困ると、稲、ね、があったっていうのを知らないんでしょうね、多分ね。あの魚がほら切り身になって泳いでるって思ってっていうらしいですかね。マジマジマジ、東京の水族館で、ね、あのお父さんが、うん、子供じゃないよ、うん、お父さんが、うん、イカってこうんやって、お前どんなんや一体それってすごい、イカって透明なんやとかってマジで言うてるから湯がいた、まあ、あのでもそういうことで、でも広がっていけばね、新居浜の子供はね、あの幸せだと思いますので、ぜひぜひね、広げていただきたいと思います、まあ、こうその藤田さんにとって今後、まあ、やっぱ米作りはずっとこだわって、そうですね、ええ、はい、やっていきたいと、まあ、やはり、ええ、神話の世界から続く、はい、天孫、神話の中で天孫降臨っていう時に、はい、あの天照大神が孫の二二義の御事に、はい、二義の御事に、あの稲穂を渡して、うん、これで、なんですかね、これを栽培しなさいと、はい、で渡した時代から続いてますから、はい、やはりそのそんなことが今まで全然勉強もしたことないし、うん、勉強したかもしれないけど記憶にもなかったですけど、うん、でそういうことをここ数年ぐらいの間に聞いて、うん、で稲っていうのは命の根っこやと、うん、はい、ああなるほど、
ていう、はい、そのいつの時代かわからん、何千年何万年前かわからんようなその、まあ、寝言の続きかもしれないけど、うん、神話が。でもそういう時からその稲が続いてるってことがすごい誇りに思えて、うーん、それ、まあ、何にしてもやっぱお供えするもんが、うん、その神さんにしたって塩と水と千枚があったりとか、うんうん、でお酒にしたってお米ができとるし、うん、っていうなんで、そういう部分でやっぱちょっとあの自分がその本当に地域的に農業の中でのお米っていうのが自分のメインになってきたんですけど、もうすごい そういうところにフォーカスできたことがやっぱり、うん、あの目の前に対するお米に対する栽培に対することに対して、うん、自分の意識が変わってきたっていうのは、うん、素晴らしい。あの方の匠を名乗ってるわけですからね、うんうん、長い負けしてますね。いやいやもう全然、はい、そうなればなと思いますね。素晴らしいですね、うん、まあ、今後もあの美味しいお米をですね、はい、どんどん作っていただいて、はい、まあ、我々もあのぜひたくさん米をねいただきたいと思います、うん、まあ、近藤さんもたっぷり食べてるからいいですけど、まあ皆さんぜひこれあの、ただ、まあ、ネットでも販売してないしお店でも販売してないということは直接、まあ、今日の番組見てほしいという方は、うん、もう藤田さんの方に直接ご連絡をと、はい、言っていただいたら、はい、じゃあ今日は藤田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。今後もはい、はい、あ始まりましたね。始まりました、うん、武田店長、武田店長のコーナー、はい、皆さんお待ちかねの武田店長いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということでね、今回も、まあ、おすすめの商品をご紹介いただけたらと思いまして、はい、ありますはい、はい、お願いします。はい、ちょっと今日は今日はですね、ちょっとこちらなんか前出ますね。なんかもう前出てきます。前出ます、ね。前出ます。こちらなんですけども、はい、あの今回ちょっと資生堂様の方とあのタイアップさせていただいた商品なんですけど、ゆりさんが資生あの資生堂とそうなんです。お声をおかけいただきまして、あの日本の広告費の何分の1かを使うというあの。今回あのハンドクリームですね。ハンドクリーム、はいはい、セットとあとこれあの前回あのイオリのタオルあのご紹介させていただいたんですが、これをセットにしまして、はい、あのまあ全4店舗500個限定で2730円ということで、はい、あの販売させていただいてます。おハンドクリームとそうなんですよ。あのやはりあのこう冬場になってきまして、はい、まあ、あのこの当店のスタッフとしても、まあ、やはりこう手をやっぱり使う職業ですし、はい、まあ、手肌が荒れてきますから、女性はね、そうです、それとそれをちょっとこう、はい、優しいタオルでという、これは最高ですね。あいいですね、はい、なんぼ資生堂さんの使っても、うん、やっぱりタオルがガサガサやとね、そうですね拭くタオルがね、はい、ペラペラのガサガサだったらちょっとあれですからね、そうです、なるほど、はい、今回、まあまあ、清潔感のあるやっぱりシロットですね、うん、セットになっていますので、はい、これパッケージに、ね、はい、なってるからプレゼントにもいいですね。そうですね、もうこれでちょっとお箱もご用意させていただいてますんで、うん、あとまあこれにちょっと包装紙任せていただいたりとか、うん、そういった形にはなろうかと思います。じゃあちょっとしたプレゼントですね、はい、そうですね、いいですね、はい、はい、おすすめさせていただいてます、はい、なんか旦那さんとかからこんな奥さんもらったら嬉しいんじゃないですか。家事いつも大変やろあ、じゃあ買います絶対そうですよ、この冬場にそんな、はい、うん、おすすめです、はい、というのとですね、もう一点こっちなんですけどね、はい、これ今回のまた、はい、はい、出ますか、あの七福タオルさんの、はいはいはい、またあの関由美夫さんのこれが第3弾出てましたね、あ CM、 CM のね、ちょっといつもお世話になってるんですけど、いいあの関由美夫さんというグラフィックデザイナーの方にまたあのデザインしていただいて、今回ジャパンシリーズということで、あ、このこちらからそうですね、あの富士山のデザインと、はい、これなんかかっこいいですね。そうですね、はい、であとこちらがあのやっぱりあのご当地は松山城ですね、石垣をイメージした、おー、これ石垣なんですか。そうなんですよ、石垣です。あ、これもなんか渋い色の感じで、はい、いいですね、まあ、お色はこちらちゃんとあの他にも3色ほどはご用意あります、はい、あとこれもやはりあのご当地 で、ね、はい、道後温泉のこう湯玉をイメージしたデザインというか、今回ちょっとピンクをお持ちしたんですけど、なるほどなるほど、はい、これも3色ご用意してます、はい、で各まあこのシリーズはフェイスタオルもご用意があります、うん、はい、で、はいはい、このジャパンシリーズはジャパンシリーズでこういったちょっとあのパッケージを
ジャパンと書いてるパッケージもちょっとこだわらせていただいてまして、ね、でこれちなみに浅草店には浅草というあのオリジナル の, あのジャパンシリーズもご用意してますので今後、まあ、鎌倉店にもそういったものをご用意していければという形ではありますね。ご当地でしか買えないタオルと言いましょうか。ご当地タオル、まあ、浅草店も出したし、はい、あの鎌倉店も出したので外国の観光客の皆さんもたくさんいらっしゃいますね。外国の観光客の方とかやっぱり富士山お好きなんじゃないかな。富士山、そうですね。いやでもこれね、その外国の方がその地元、はい、自分たちの地元にね、はいはい、持って帰ったら喜びますよね、まあ、手拭いとかもしかしたら多いかもしれないですけどタオルってちょっと斬新な感じしますよね。やっぱ You know 今治みたいな話ですか。みたいな、知らんのみたいな話になりますもんね。でもちろんそのデザインもいいんですけど、そのやっぱり七福タオルさんのこの胸石を使ってこう柔らかさと吸水性もありますから、くたくたならないですね、はい、うん、もちろんあのそちらもいい点でありますので、ぜひご利用いただけたらと思いますので、今日はこの2つを、はいあのはい、ご紹介させていただきます。ありがとうございます、はいはい、もうね、でも年末にもね、はい、あの差し掛かって、はい、またお正月になると観光客の皆さんもまたこちら来られる。そうですね、この、まあ、初めて の, その正月をこのお店としては迎えるの で, そうです、ね、まあ、どのようなちょっとぐらいのお客様がちょっと初詣とかどのような動きが出るのかっていうのは非常に楽しみなところではあります。ああそうか、まあ、お城山上がる人もたくさん、はい、そうですね、ね、お正月いらっしゃるから、はい、帰りにね、こちらで、はい、タオルを見ていただいて、あの、まあ、寒いでしょうし、うん、ここで温まっていただいて、はい、でタオルをつつ、うん、見ていただいて、まあ、正月なんで、はい、まあ、日本の正月ですから、ジャパンシリーズが出たんだ。やっぱりあの富士山は正月からやっぱ縁起がいいんじゃないかと。一富士、はい、ね、そうそうそう、いい感じの、あの多分店長が前でポンポンってやってくれると思う。本当これコラでしてくださいって言われたんですけどね。はい、ということで、まあ、はい、あのぜひまた、お近くの方はね、はい、ロブル松山さんの方まで足を運んでいただきたいですし、うん、まあ、こちらだけではないのでお店は、そうですね、はい、あの、伊佐庭神社、伊佐庭神社、どっちだったっけ、正しくは伊佐庭神社かな、の方へ行かれる方は道後本店もありますね、道後本店もございますし、はい、あと先ほども言いましたけども、うん、浅草の、うん、駅店ですね、7階 に、はい、浅草と、はい、鎌倉、ね、小町通りの小町通りの鎌倉で、はい、まあ、いろいろどんどん増えていってますから、はい、皆さんの街にいよりさんができる日も間近になっちゃう、うん、そうだろう、また店長が、はい、飛ばされるのを待って飛ばされることは多分大丈夫だと思うんですけど、はい、はい、ということで、はい、はい、皆さんぜひよろしくお願いします、はい、はい、じゃあどうもありがとうございます、はい、はい、どうもありがとうございます、まあ、このまま残っておいてください、はい、でどっちから、こっちから、はい、はい、はい、じゃ あこの辺で番組終了します。皆さんさようなら、ありがとうございました。ありがとうございました。今度は来年代かな、来年かなにまたお会いしましょう。さようなら。